今回紹介するのは、ターザン特別編集決定版自律神経を整えるという本です。情報量が多く 目目次から目的持って読んだ方がいいこの本のメリット3つ A4 サイズの雑誌で写真も豊富で読みやすいストレッチやヨガも紹介自律神経を整える上で重要な睡眠ついて詳しく解説デメリット 情報量が多すぎて具体的に自分がどんな行動が取るべきな迷う読み方として目次から何が必要あらかじめ絞って行動化することをお勧すすめしますいろんな情報を知りたい人におすすめ良かったこと日頃の良くない習慣について要点を押さえて述べられていて分かりやすい1日のタイムスケジュールの例やストレッチの方法図を使って説明しており 比較的にも理解しやすくまとめられている。自律神経を整える方法だけでなく怒りの感情を抑える方法についても述べられているレシピなども載っているため毎日の料理の献立を考えるのに苦労している方は多少参考になるかも特に3つ目の「怒りの感情への対処方法」は「 普段の生活の中で精神的に参っている人にはぜひ知ってもらいたい内容だと感じました。実生活の中で生きづらさを感じている人自分はなんでこんなにストレスがたまってしまうんだろうと悩んでいる方は怒りの感情の対処を勉強すると また普段の生活が違った視点で見ることができるようになると思います良くなかったこと情報が見開きで載っているため電子書籍では見づらい部分が多かった点自律神経に悪いとわかっていても日々の生活の中でどうしようもないということがあった点二つ目に関しては知ってしまった分だけ。 逆に自分の普段の習慣が悪いのかという焦りにつながってしまいましたこ笑いこれに関しては個人差があるところだと思うので生活を柔軟に変化させることができる人にはとてもありがたい情報だと思いますトータルとしては本自体の見やすさはもちろん様々な情報について触れられており有益な一冊だと感じました以上 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。